三井財閥。三井財閥は、三井越後や三越、三井銀行を源流に始まった、日本三大財閥の一つ。三井家の歴史は、大城大臣、藤原道長に発し、その後、藤原美里、馬之助の夫が大江に移って、武士となり、初めて三井の姓を名乗ったという。早川隆氏によると、三井財閥の先祖は、伊勢商人で、慶長年間、 武士を廃業した三井貴俊が伊勢松坂に七夜兼酒屋を開いたのが起源という。三井家はもともと大海の国、佐々木氏の家来で、先祖は藤原道長と言っているが、道長とのつながりは後から系図を作ったのかもしれない。という。三井貴俊は七夜を修行に酒、味噌の類を商った。店は越後殿の酒屋と呼ばれ、これが後の 越後屋のおこりとなる。高との四男、三井氷は、伊勢から江戸に出て1673年、遠方元年、越後三井五福店、三越を創業。京都の室町通りたこや師に計五福店、シーレブを創業。その後京都や大阪でも両外店を開業し、五福は訪問販売で一旦単位で販売し、代金は売りかけ、付け払い、という当時の商法を覆す。 店前売りと、現金安売り掛け値なし、定価販売などで庶民の心を捉え繁盛。その後、幕府の公金が偶瀬にも手を広げ両外賞としても、成功し、幕府御用商人となり、屈指の豪商となった。三井は、幕府御用を全面的に歓迎したわけではなかったが、幕府との関係は、初期の経営に重要な役割を果たし、公金偶瀬による、 爆藩体制との密着度は深くなっていた。明治維新後、三井家は、薩長主導の明治政府の資金要請に応え、政少の基盤を確固たるものにした。幕末、維新期を通して、日本政府は、三井との関係なしでは、存立がいかない状況となっていた。戦国期から、近世初期にかけて活躍した、大商人は、外国貿易に従事した者、対等しつつある。 新勢力で大名と結んで、戦時用物資の調達に当たったものなどであった。貿易商人としては、門倉良儀、茶屋、白二郎、末吉孫左衛門、姉妹宗室、末継ぐ平蔵他であった。貿易商人は、鉄砲の輸入などで大名と結びつく機会があった。これらが、初期交渉であった。このような抵抗的性格の強い初期交渉に対し、 特定の専門商品を売買して、城下町や江戸で商業活動を行う者が現れた。これらが、大見商人、京都商人、伊勢商人などで、三井や河野池、住友などの近世本町人であった。明治維新後の中央集権政策のもと、明治政府の三井家に対する処語用の任命は、経済関係官庁未整備という条件のもとで、 経済政策技術の不足を補うために、政府は、三井の巨匠に期待したものであった。1872年、明治5年、越後屋五福店を、三井の本流から切り離し、1876年、明治9年、三井銀行を創業。また同年に、井上薫と増田港によって設立された、商社先、おさむ会社の解散を機に、増田に、三井物産会社を創設させ、 さらに三井組内の商事組織である三井組国産方と合併させた。政府は1880年、明治13年頃から官営工場を三井や三菱などに安く払い下げた。そのため宝石業などが盛んになり、日本の産業革命を担うことになる。三井の転機は明治14年の政変で経営した慶応義塾出身者が多数経営に関わったところである。 旧来商業派の増田港に対し、工業派の中身川彦次郎によって、家から企業に変革した、三井不良再建問題に立ち至った、三井銀行の建て直しを図り、私鉄経営にも意欲を見せた、山陽鉄道、美濃有馬電気起動。1893年、明治26年には、三井鉱山が設立され、1909年、 明治四十二年三井家の出資により持ち株会社、三井合名が設立され、参加の中核企業を有限会社から株式会社へ移行した。第一次世界大戦の後継期で産業が伸びていく。さなか、財閥批判により、段クマが決明団員によって暗殺される。財閥攻撃の嵐の中で、三井財閥を防衛し、その改革を託された池田茂明は、 大胆な財閥転向施策により、右与曲折を経験しながら、日本最大の財閥へ拡大する。また、政界にも多くの幹部を送り込み、立憲政友会は、三井財閥が、立憲民政党は、三菱財閥が資金を賄っていた。岩崎家の同族主義が強かった、三菱財閥に対し、三井は、西郷隆盛から、 大番頭と呼ばれた、井上薫をはじめ有能な人材を多く輩出したことから、組織の三菱、人の三井と言われた。また三菱が、独裁政治、後世の住友が、結集の住友と呼ばれたのに対し、三井は、番頭政治と呼ばれる。これは三菱、住友の連帯と結束の強さに対し、グループ内各企業が自由に動きやすい三井の特色を表したもので、 三井系、トップマネジメントには、個性の強い人物が多いことを言い表したものである。1871年、明治4年6月、三井八郎衛門は、新貨兵ご発行為替わせ座御用を命ぜられた。その業務は、金銀の地金を受け取って、引き換えに新貨兵を渡し、受け取った地金を造兵局へ送ることであった。小野組、島田組を差し置いて、政府の命を受けた。 三井組は1872年、明治5年4月に御用城、東京、大阪、京都、横浜、神戸、松坂、函館の7都市に設。この頃、米国へ派遣された伊藤博文は吉田清成と国立銀行の設立で意見が対立することになり、政府は三井組に銀行を設立するように予告しながら、すぐその後に、 政府の銀行政策が変更されて、三井一個の銀行設立を認めず、小野組と第一国立銀行を設立する方針が取られた。三井は強制的に政府の指導に従い、海運共犯に建築していた三井組本部予定の建物を第一国立銀行に提供させられるいう負担を負った。当初三井、小野組で200万円を出資し、 残り300万円を一般募集するつもりでいたが、一般からは44万4円しかなかったため、資本金244万800円として1873年、明治6年611日に創立総会を開き直ちに開業した。総監役として渋沢栄一が乗り込み、事実上の頭取りとして実権を握った。三井にとっては五福部門を分離までして、 銀行を設立しようとしたが、その希望を政府によってすり替えられ、自己の銀行を持ちたいという願望はくすぶり続けることになった。その後、三井銀行創立を果たした三井だが、日本銀行創立により、換金取引業務ができなくなり、さらには、三井銀行の三野村利スケが引き抜かれ、日銀理事に就任した。この頃は苦境にあり、1874年から翌年にかけて、 オリエンタルバンクから100万ドルを借りた。明治初期以来、高工業への進出は著しく、商業主義と言われた松田港でも三池炭鉱や上岡鉱山に進出した。中見川彦次郎の工業主義が、急進的であったので、それとの対抗上、商業主義を強調した傾向がある。松田隆が高工業を軽視していたのではない。もう一つの証拠は、 三井公明理事長にダンタ卓馬を選出し、芝浦製作所を三井の参加に置いたことである。三井物産は、自ら三井船舶や三井造船を分離していく一方、海外からのノウハウをもとにして、東洋霊ンなどを起こして多角化していった。1895年、明治28年の三井工業部は、芝浦製作所、三重宝石所、名古屋製紙所、大崎製紙所、 富岡製紙所、前橋県市防石所、新町県市防石所の七つが直径参加であった。三井は職工に対する教育を銀行等ホワイトカラーと同じように優遇した。この姿勢は武藤山地によって引き継がれ、職員層、ホワイトカラーと公員層、ブルーカラーを選別しない経営家族主義、温情主義と呼ばれ、当時の乾燥民被風潮において先駆的な、 労働管理思想であった。三井財閥は他の財閥に先駆けて1909年、明治42年に三井合名会社を頂点とするコンチェルン体制を確立した。世界市場における扱いとしてデュポンやロックフェラーは基本的には単一業種クルップについても同じことが言える。ことにロックフェラーがスタンダードオイルで採用した。 トラスティ方式は日本では見られなかった。その後、多数の財閥が本社を合名会社か合資会社とし、傘下の諸事業を株式会社として、ピラミッド型に結合する形は一般化した。これによる生産の慎重に伴い、貿易が進展し、その担い手の商社も飛躍的に発展した。三井物資産は取引額15億4000万円となり、 三井工業部なども資本金が6倍、貿易金融には、横浜賞金銀行の他に、台湾銀行、朝鮮銀行、日本工業銀行、日本官僚銀行などが参加して外国為替業務を行うようになった。1911年に、カラフト国有林の伐採権を得、1914年11月には、大泊郡大泊町で、パルプ工場の創業を開始。 1915年、大正4年の21カ条要求をきっかけに、中国、満州に進出。日本工業銀行を中心に、約2.5億円の対中国借款が行われ、対外貸付額は、総額11億円に達した。また、三井造船は、日本初のディーゼル船、赤木丸などを導入。これら海洋国家と貿易の相乗効果で、三井は、 日本最大の大罰として君臨した。1913年、大正2年には、東京三谷、日本最大の富豪だった三井家の豪華な接客用建物として、コンドルの設計により、三井クラブが完成した。1928年、昭和3年頃の三井は、日本における産業支配を一層強め三井軽所会社の系統図を直系会社と、 合計会社に分類した。商品輸出の拡大や市場支配権の獲得を目的に、水井物産が国家政策と一体化して帝国主義的進出を展開した。満州事変、日中戦争、太平洋戦争を通じて中国へ進出した。当時の香港の主要取引としては、欧州、日本、豪州及び東南アジア。 新国沿岸地方が四大市場をなしていたが、欧米市場からは、鉄、機械などの生産手段と面子布などの消費資料を輸入し、キーと絹織物などの試行品が輸出され、日本からは面子布、石炭、マッチなどの消費資料、原料品、雑貨品が輸入され、綿花、砂糖、米などが輸出されていたが、日本にとって当該域の香港は主に、 輸出市場としての位置にあったのである。また、豪州、東南アジア市場との貿易は、輸入において、米、石炭、鈴の鉱産物、輸出においては、茶、砂糖のほか雑貨品を、主としていた。新国沿岸地域とは、キーと、絹織物を輸入し、生産手段、雑貨品を輸出していた。そして、このような四大市場総合間には、 新国産の木と絹織物の欧米への輸出と欧米からの生産手段、綿紙、綿布、綿織物の新国への輸入に見られるように有機的連関が形成されており、その中傾向として香港市場があったのである。この計画は三井物産上海支店の取引と関連して起こった。九百十一年、明治十四年中国に侵害革命が起こり、 米国に亡命していた孫文が大統領に就任し、三井に革命軍の軍資金の提供を申し込んだところに発端があった。後の第一革命の直接の動機となったのは、有電武将書、森仙海の鉄道国有化案であった。この時、基上統一に要する資料を三井が日本工業銀行から借り入れて、融資をしていた関容製鉄所に求めようとした。三井は、 大事鉄鋼、官用製鉄、炭鉱の合同になる講師の日中共同経営を条件に、非対の借還に応じた。講師から民間政府へ500万円の貸与の条件もあり、この借還契約の調印と同時に、中華民国政府は将来死がにおける鉱山、鉄道、電気その他の事業を外国人に許可する場合には、他と同条件なれば、三井物産株式会社に、 その許可を与うることを承認するという契約書を取り交わした。間もなく、孫文が大統領の地位を知りいたため、この借款の融資は一部しか実行されなかったが、中国通りを抱えていた三井は、中国革命を援助しながら、証券の拡張を図った。1913年、大正2年夏の第二革命挙兵後、革命軍の資金調達難を見た。 森務が二個四段分の武器と二千万円の現金で持って満州を買収する交渉を行った。革命の後、孫文の亡命によって実現しなかったが、この満州買収計画は森がマスダを通して井上薫に通じ、その仲介によって桂太郎の了解を得ていったものであった。満州事変がきっかけとなり、軍事費が膨張し、 軍需景気を引き起こし、重化学工業発達の強い要因となった。中国、満州への進出には日産、日筆、昭和電工などの振興コンセルンが熱心であ。軍部には、規制財閥、特に三井に対して強い反感があったとし、振興コンセルンには、堂々たる努力で築いてきた、電気化学工業部門において、規制財閥が追い上げてくるといった事情があった。 三井は1933年、昭和8年東洋高圧、日満アルミニウム、1934年、昭和9年レーションソーダを設立して、化学工業を拡大し、石川島タービン、玉造船所、後の三井造船を新設して、機械工業にを入れ始め、増田隆以来の商業化路線から工業化路線へ走った。三菱は1934年、 昭和九年、三菱造船と三菱航空機を合併して、三菱重工業を新設し、東京工材を増資によって強化した。住友は、住友振動交換と住友製鉄所が合併して、住友金属工業が設立された。第一次世界大戦後の不況を抜けると、日本政府からの戦争協力を求められた三井は、後に南条金を三井合命理事のもと、 積極的に国策協力を推し進め、軍需生産の期間をなす石炭工業、金属工業が急速に伸長した。この頃の炭鉱の動きは、三池、田川、山野、砂川、美梅など、季節の事業所の強化と拡充が試みられた。カラフトの西作炭炭鉱が1938年、昭和13年12月に西作炭工業所として設置。 川上工業所と合併して1941年、昭和16年に、戦所炭鉱を買収して、経営に当たった。この頃全国における、三井鉱山の石炭酸質量は13%から20%、近い比率となっていた。金属部門では三成工業のほか、朝鮮の義州鉱山、本州では、日本亜鉛工業の設立があった。 また、アルミを原料として航空機の生産を行うために、1941年、昭和16年に、三井鉱山産下の東洋アルミニムと非壮系の二子、新た科学を統合した東洋系金属、後の三井系金属が、朝鮮の用紙において、アルミ製錬工場を建設、実際の創業は2年後、さらに、陸軍航空本部と、朝鮮総督府の勧めにより、 1942年、昭和17年、昭和飛行機ピョンヤン工場を買収し、朝鮮飛行機製作所とした。三井鉱山も、物産と同様、満州事変以後、満州、中国、南方占領地域へ進出し、諸事業を経営するようになった。南方の占領地では、陸軍時間の通帳によって、フィリピン、スマトラ、普印、 ベトナムラオスカンボジア、ビルマ、マレー、ジャワ等の鉱山、炭鉱、精錬社などの強制的な経営協力を命ぜられた。しかし、これらの諸島氏は、敗戦によって水泡に返してしまった。第二次世界大戦後、GHQ は財閥を軍国主義と、封建主義の精神的支柱であるとし、1946年、昭和21年9月三つ三菱、住友、 安田、旧中島飛行機が持ち株会社に指定され、三井、三菱の経済力の中核とみなされた三井物産と三菱商事は財閥解体により解散した。戦後、日本経団連の誕生で財界は総主流体制に移行した。戦前は旧三井財閥を軸とする保守本流、重厚長大企業が中心で、大企業のすべてが、 経団連の重要ポストであるただし、副会長に名を連ねてはなかった。バブル後は、トヨタ自動車、NTT、松下電機産業、キャノン、武田薬品工業などが加わる。急に経連に力を入れていた、旧三菱系企業も統合後は顔を出すようになる。打っ財閥と同様、三井グループとして、グループ化をするも、相対的弱体化を余儀なくされる。 その主な原因は、帝国銀行から第一銀行が分離したことによる、三井銀行が被った大きな損失で、三井銀行は資本金の約50%を失った。そのため三井系会社が必要とするクレジットを提供することができなくなり、グループのいくつかに対する影響力を失い、富士銀行、日本工業銀行などといった他のグループの銀行が、 これらの会社の主要な再建者になった。また三井系の生産会社間の有機的、生産的、金融的結びつきの弱さがもう一つの原因となり、一連の会社が三井との関係を弱めたり分離したりすることになった。さらに三井グループの中核会社である三井物産の解体も大きく影響し、三井物産を基盤にして進められた三井物産と第一物産の再合同は、 第一物産が富士銀行の融資系列化にあったため手間取り難航したなお三井物産と不要グループとの関係はこの関係から生まれたとも言われるそのため三菱グループや住友グループなどと比べても緩やかな連合体となっておりグループ企業には独立色の強い企業トヨタ自動車東芝富士倉などや 他の企業グループに重複して加盟している企業、特に扶養グループや第一関銀グループとの重複加盟企業が多いもあ、サントリーや IHI、札幌ビールの結集はやや遅れたが、旧三和系、旧扶養系、旧第一関銀系をまんべんなく取り込んだ。後発かあるいは設立関与で、息のかかった程度の存在である、富士フイルムなどは、正し加盟の部類である。 三井財閥系企業が、八重洲、日本橋、三菱財閥系企業が、大手町、丸の内に集積していることから、それぞれを、三井王国、三菱王国とも呼ばれる地区の存在になっている。また、東京放送ホールディングスが、二機会、月曜会、三井行彩研究所、三井文庫に加盟し、TBS テレビが、月曜会に加盟したことにより、三井グループは、 マスメディアも包括する企業集団となった。2001年、平成13年に三井グループの中核銀行である桜銀行、旧三井銀行、旧太陽神戸銀行が、住友グループの中核銀行、住友銀行と合併して三井住友銀行が誕生したことに伴い金融面ではいい。住友フィナンシャルグループが誕生し、他業種でも、三井系と住友系の企業の合併や、 業務提携が相次いだ。源流企業の三越は、三菱東京 UFJ 銀行との関係が深い、伊勢丹と2008年、平成20年4月持ち株会社の三越伊勢丹ホールディングスを設立、経営統合した。三井系の信託銀行である、中央三井トラストホールディングス、旧中央信託銀行、旧三井信託銀行は2012年、 平成24年4月にとも新宅銀行と経営統合して三井住友トラストホールディングスとなった。旧三井財閥の持ち株会社である三井本社は財閥解体後も生産株式会社として存続していたが、1956年昭和31年に三井系の不動産会社である三井不動産に吸収合併された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。